もしもし。力也です。ひどっ。力也、すまないことしたな。どうした？沖縄で何かあったのか？いや、そうじゃないんです。ん？今俺、カムロ町にいるんですよ。何？兄貴は俺を沖縄に残したかったんでしょうけど、俺やっぱり自分の手で親父を弾いたやつを探したいんです。力也、朝顔のことはみきおに頼んでください。心配しないでください。すみません、兄貴の心遣いを無視しちまって。いや、いいんだ。勝手に置いていった。兄貴、それよりお前、今どこにいるんだ？え？ん？いや、それが右も左もわかんねえ、つう感じで。お前、ろくに…すんません。まあいい。今からお前を迎えに行く。でかいビルとか、看板のある店とか。ああ。そこに着いたらまた連絡してくれ。わかりました。それじゃあまた後で。はい。もしもし。いらっしゃいませ。ありがとう。その女こっち渡せ。こっちは急いでんだよ。あ？なんだお前。兄貴目立つぜ。こんな場所ででけえ声出してるとな。それがどうした。お前に関係ねえだろうが。その女こいつらに襲われてたのか。はい、こいつら無理やり拉致ろうとしたんだと言っているが。だからそれが何だってんだ。文句でもあんのか。おら何やってんだ。この胸の大門見てみろっつってんだ。ああ兄貴。